強い日差しが降り注ぐ札幌の大通公園。札幌の中心部でも朝から気温がぐんぐん上がり、午前11時に 30.8 度を観測しました。札幌市手稲区の山口では 33.3 度など、すでに30度を超えるところも多くなっています。暑いの好き？嫌い？嫌い。こう1週間ぐらいは結構辛いです。汗かくと息苦しいのはもうどんないいマスク買ってもそれは一緒ですよね。午後の予想最高気温は上富良野町で35度の猛暑日、旭川と帯広で34度、札幌などで33度の予想です。夕方にかけて暑さが続くため、熱中症には十分な警戒が必要です。